これより後半戦に入ります。プレーナンバー 3-1 広島キックオフ。キッカー8番ナイスリターベアーズ32番左オープンサイドを駆け上がりハーフウェイ付近までボールを返し、ここからの攻撃と変わります。プレーナンバー3-2ベアーズファーストダウン10、ボールオン自陣46ヤード。オプションプレー、ピッチを受けたランニングバック右オープン展開、約4ヤードのゲイン。プレーナンバー3-3ベアーズセカンドシックス、ボールオンハーフウェイ。ベアーズファーストダウン、ランニバック32番、オプションピッチを受け左オープン展開、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー3-4ベアーズファーストダウン10、ボールオン相手陣43ヤード。ベアーズオプションプレーを敢行しましたが、ここでピッチミス。幸い抑えておりますが、大きく後退しました。プレーナンバー3-5ベアーズ自陣49ヤードからセカンドダウン18。パス成功。クォーターバック4番ワイドレシーバー2番にパスを通し、2番キャッチアンドランで約10ヤードゲイン。プレーナンバー3-6ベアーズ相手陣38ヤードからサードアンシックス。
ランニングバック32番オプションピッチを受け右オープンつくもフォースダウンに変わります。プレーナンバー37ベアーズフォースダウン6パントフォーメーションを選択します。ボールオン相手陣38ヤードこのパントコントロールよくまたカバーもよく広島陣1ヤードでの攻守交代となります。プレーナンバー3-8広島自陣1ヤードからファーストダウン点中央へのランプレー。ゲインは約3ヤード。プレーナンバー3-9広島自陣4ヤードからセカンドダウン7ランニバック21番ハンドオフから右オフタックルを突き約3ヤードのゲイン。プレーナンバー3-10広島自陣8ヤードからサーダウン3広島ファーストダウンフルバックダイブプレーで中央突破ファーストダウン獲得です。キャリア4番プレーナンバー3-11広島自陣11ヤードからファーストダウン点ランニング枠21番オプションプレーのピッチを受けましたがノーゲインここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー3-12広島自陣11ヤードからセカンドダウン点パス成功。
クォーターバック3番ワイドレシーバー27番にパスを通し約3ヤードのゲイン。プレーナンバー3の13広島サーダン6。広島ファースター。クォーターバック3番左にオプションキープ。左オープン駆け上がりファーストダウン獲得です。プレーナンバー3の14広島自陣26ヤードからファーストダウン点。パス不成功。クォーターバック3番ワイドレシーバー8番へのパス、しかしこれはカバーされパス不成功。プレーナンバー3の15広島自陣26ヤードからセカンドダウン点。中央へのランプレー、ゲインは約5ヤード、キャリア4番。プレーナンバー3の16広島サーダン5、ボールオン自陣31ヤード。フルバックのダイブプレー、しかしこれはベアーズがアジャスト、フォースダウンに変わります。プレーナンバー3の17広島フォースダウン4、パントフォーメーションを選択します。ボールオン自陣32ヤード。このパントはベアーズ陣40ヤード付近でアウトオブバーンズ、攻守交代です。プレーナンバー3の18ベアーズファーストダウン10、ボールオン自陣43ヤード。中央へのランプレー、しかしこれはアジャストされ、ゲインは1ヤード。プレーナンバー3の19ベアーズセカンドダウン9、ボールオン自陣44ヤード。中央へのランプレー、ゲインは約3ヤード。
プレーナンバー3の20ベアーズサーダン6ボールオン自陣47ヤード。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック4番プレイアクションからタイトエンド89番にパスを通しファーストダウン獲得です。プレーナンバー3の21ベアーズ相手陣41ヤードからファーストダウン点。なにわ10番オプションピッチを受け左オープン展開、約2ヤードのゲイン。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、広島ホークス7点、クラブベアーズ7点。攻守方向入れ替え第4クォーターに移ります。